山登りに出かけたとみられる80代の男性の行方がわからなくなり、警察などが捜索しています。行方がわからなくなっているのは、宮城野区に住む無職の80代の男性です。警察によりますと、男性は昨日午前8時ごろ、行き先を告げず山登りに出かけましたが、夕方になっても戻らないため、妻が警察に通報しました。警察は昨日午後9時半ごろ、泉区の泉ヶ岳スキー場の駐車場で男性の車を見つけ、付近を捜索しましたが、男性の発見には至りませんでした。男性は週に1回程度山登りに出かけていて、昨日は食料を持って出かけましたが、携帯電話は持っていないということです。警察は今朝からおよそ40人体制で捜索に当たっています。